はいどうも皆さんこんにちは、サーディの方のゲントです。今回はですね、僕がツイッター眺めてた時に流れてきたツイートがあったんですよ。それがこちら。掛け算の順番を回答例と入れ違えた。それを全部×にしたということで、なんで×になったのかわからないという趣旨のツイートですね。で、それについて大きな議論が巻き起こってるというわけなんですよ。ということで、私個人の見解として河野玄と今回の掛け算論争についてぶった切っていこうと思っております。まあ、結論から言うと、僕は掛け算の順番入れ替えてもいいんじゃないかと思いますね。ただ掛け算を入れ替えてしまったら丸にしないっていう場合も、場合によっては許容されると僕は考えているので、これについてお話していこうと思います。こういう議論がうまく噛み合わないことってしばしばありますよね。で、そういった議論が噛み合わないことって得てして、お互いが一つの角度から自分のいいところだけを主張しがちっていうところがあるんですよね。まあ、例えばなんですけど、キノコの山とタケノコの里論争あるじゃないですか。僕がどんだけキノコの山のここの曲線美が良くて、ここの味わいが良くてみたいな感じで3点4点5点って加点していったとしても、そのタケノコの里勢がうちには吉田沙保里がついてる、その一言だけで1万点加点するじゃないですか。要は僕がどんだけキノコの山で愛情を語ってキノコの山のポイントだけ言ったとしても、それタケノコの里の方がさらにその加点が多ければそっちなんですよ。だからお互いがいいとこだけ見合っても良くなくて、お互いどっちの観点もしっかりと議論し合って、それで結論付けていかないと本当の勝敗は決まらないわけですよ。ということで、キノコの山とタケノコの里で言うと、吉田沙保里がついてるタケノコの里が圧勝というわけですね。ということで、今回の場合お互いの主張をしっかりと見ていきましょうと。まず掛け算の順番を入れ替えても OK でしょう。そういう人たちの意見としては、もちろん掛け算というのは順番を入れ替えても結果は変わらないですよね。だからその順番を考慮することに意味がないんですよ。 3×5 だろうが 5×3 だろうが意味がない。その意味がないことに対してどっちかが正しいっていうふうに定めて、それによって正解不正解というものを定めてしまっては、それは結局もう本当に確率的で、特に算数の本質じゃないところで小学生たちを困らせてしまっていると、止まらせてしまっているっていうところがいけないんじゃないかというふうな意見ですね。一方で、掛け算っていうものの順番は守んなきゃいけないでしょ派、これにもちゃんと言い分があるんですよ。まあ、よく先生方になんでこれ×なんですかって聞いた時に、いや順番っていうものは守るっていうふうにそう習ってるんで、そういうふうな返答をする先生はいますが、そういった人はもう論外ですね。そういう人は掛け算論争からはもう外れてもらって、ちゃんとした意見としてはやっぱ教育上そうするべきだということがあるんですよ。それはどういうことか。要は例えば5円のものを3個買いました。全部でいくらでしょう。5円 ×3 個で15円じゃないですか。で、その A×B っていうものをどうやって見るかっていうことをしっかりと教えてるかどうかなんですよね。A×B、 これっていうのは A が B 個ある、これが A×B なんですよ。要は A×B は B が A 個あるではなく A が B 個ある、こういうふうにもう定義してるというふうに教えてる場合は、5円のものが3個ある、何円でしょうっていうのは5円 ×3 でしかないんですよね。5円が3個あるから 5×3 で15、それ以外何物でもないと。要は 3×5 にしてしまっては3個のものが5円ある、だから15円っていうのはあまりその発想としては良くないですよね。で、いや別に5円のものが3個あるって 5×3 にして後で入れ替えて、その入れ替えた結果の 3×5 でいいじゃないかっていう方もいるとは思うんですけど、それだったら文章題でやる意味ないんですよね。だって要は 3×4、4×5 っていうただの計算問題の横に文章題が与えられてて、その文章題別個に考えてるんですよ。で、基本的に小学生って掛け算の試験だ、5円3個を2つ数字がある、かけるっしょみたいなノリでやってるんですよ。だから掛け算の試験で例えばですよ、その間にさりげなく5円のものと3円のものを買った、合わせていくらでしょう。当然5円足す3円で8円ですよね。にもかかわらず、5×3、15、絶対出てくるんですよ。そういった人が出てくるのなぜかっていうと、ちゃんと論理的に物事を捉えてないからだ。ということは、その計算問題があって、あえて文章題があるにもかかわらず、とりあえずその文章題っていう体を成しているものの、実質ただの計算問題、見た数字を掛け合わせている、
そういったものを防ぐためにちゃんと5円のものが3個ある、だから 5×3 でしょ、そういうふうに見せてあげる、そういった教育、そういった論理的な思考法を身につけさせてあげるっていうことが教育上必要だということで、そういう掛け算の順番をあえて決めることに意味があるんだというふうに話す方もいらっしゃるというわけですね。で、それは実際そうで、っていうのも例えばですよ、ある数字の2倍が6です、ある数字を求めなさい、まあ、当然6割には3なんですけど、2倍と6っていうのを見て反射的に 6×2 で12、そういう方もいるんですよね絶対。あと 6×2 は12って言われた後に違うよっていうふうに答えた後に、じゃあ2割6みたいな感じで、とりあえずその数字をよくわかんないけど四則演算で結んで足してみたり引いてみたり、当たるまでそれを繰り返していくと、思考停止でその数字で適当に組み合わせてあげてやってあげると、そういった人いるんですよ。そういった人を防ぐためにちゃんと日頃から文章をしっかり読んで、これがこうだったらこういう場合だったら掛け算をする、こういう順番で掛け算をするっていうことをしっかりと意識づけてあげるために、ちゃんと掛け算のルールも教えて、そのルールに沿わない場合は不正解にするということですね。はい、じゃあお互いの意見がなんとなく分かったということで、じゃあそれを踏まえてどっちの方がいいのかと、僕が考えるのはやはり掛け算の順番どっちでもいいんじゃないかと思っています。その理由については、教育上論理を磨くっていう観点から掛け算の順番を守らせるっていうことは一理あるとは思うんですけど、僕の中でですね、勉強する上で一番重要だと思うのが勉強が好きになることなんですよ。勉強楽しい、好きだ、これを思うかどうかで今後の人生全く変わったものになると思うんですよね。だから初めの小学校2年生とかのタイミングで順番を入れ替えたところで答えは変わらないにもかかわらず罰にされる、答えはあってのに罰にされるっていう経験をして、なんかよくわかんない、そういうので算数に対してちょっと距離感を置いてしまう、それが一番もったいないんじゃないかなと思いますね。つまり結局全部バランスだと思ってて、その順番を入れ替えることを許容することによって勉強って楽しくなると、いや勉強どれだけ楽しくなるかっていうのと、じゃあその順番を固定してあげることによって磨かれる論理力、それを比べてあげるというわけなんですけど、勉強は好きになるっていうことを失う、その勉強が嫌いになるリスクっていうのはめちゃめちゃ大きいと思うんですけど、一方で掛け算の順番を入れ替えてもいいよっていうことによって論理が磨かれなくなる、その度合いっていうものはめちゃめちゃちっちゃいと思うんですよね。だって論理、掛け算の順番を入れ替えても OK だってなった瞬間にみんなの論理力が破綻するわけないじゃないですか。一方で論理っていうのは別に他のところでいくらでも磨けますから、むしろ掛け算でいろんなことで成功体験、掛け算を正解してどん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 さらに次のステージでも正解してっていうので、どんどん成功体験を積み重ねさせて勉強が好きになっていく、勉強が好きになって気づいたら論理力も他の部分でいろいろ磨かれてると、いろいろ磨かれてる中で振り返ってみた時に、あの時掛け算の順番適当にやってたけど一応こういう論理で考えたらこっちの方が正しいっちゃ正しいなっていうふうに振り返ってみて後で思えれば良いと僕は思うんですね。ということで僕は勉強好きっていうことの重要性、そこを僕はすごい重視してるので、掛け算の順番は別に入れ替えても、それは教育っていう観点からもいいんじゃないかなというふうに思います。ただもちろんそれをどっちが取るかっていうのはその先生の思うこととかそれぞれあると思うので、そこに対して強制はできないと。ただ僕からのお願いとして、もし仮にその順番っていうものをしっかりと重視しようというふうに思うのであれば、ちゃんと勉強は嫌いにならないようにケアしてあげてほしいなと思います。例えば罰にする場合でも答えは正解だからで、勉強ちゃんとその九九が言えて偉いっていうふうに褒めてあげる、だけどちゃんと文章の意味から考えてこういうふうに掛け算してあげる方がもっと偉いよねっていうふうにちゃんと肯定してあげた上で、さらに高みを目指す場合こうだよっていうふうにケアしたり、あとは罰にしないにせよ三角にして本当は正解にしてもいいとは思うよぐらいの感じで次につなげてあげると、ちゃんと算数っていうものは面白いものなんだ、勉強は楽しいんだっていうふうにそこをそがないようにしてあげる、そういったケアをしてあげることが重要だと思います。なので僕の最終的な結論としては、勉強好きになる、これが大事だから掛け算を入れ替えても OK という立場を取っていて、掛け算を入れ替えちゃダメという立場を取る場合は勉強を嫌いにさせないであげてねっていうふうに僕は思います。
こんな感じですかね。はい、ということで今回は掛け算論争についてよく、まあ、Twitter でたびたび話題になってるので、今回僕は個人的な見解としてそれについてぶった切ってきましたが、皆様はどうお考えでしょうかね。ご覧の方々はどう考えているか、コメント欄でぜひ意見を聞かせてもらえたらなと思います。はい、ということで今回はこんな感じで、また次回の動画でお会いしましょう。